皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介しますのはグリーンフィールド小竹向原。初期費用は1万円でフリーレント1ヶ月付きでご紹介です。はい、間取り出てきますが、最近人気のテレワークに向いている感じの間取りとなっています。初期費用を抑えてお引越しをお考えの方におすすめです。とこのようにですね、お部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもおすすめな、お得なですね、おすすめな物件を YouTube で最速でご紹介したいという考えのもと、多少雑な編集になってしまっている点ありますが、そこはご愛嬌で皆様お楽しみください。お部屋の雰囲気をぜひですね、掴んでいただければと思います。はい、こちらなんですけども、立地ですね、小竹向原駅まで徒歩11分、 Google マップで見ると常盤台駅も利用できる立地です。常盤台駅までは徒歩17分です。はい、それでは早速設備をご紹介していきます。都市ガス、オートロック、テレビドアホン、宅配ボックス、洗濯機置き場、室内、バルコニー、共有部、防犯カメラ、敷地内ゴミ置き場、エントランスは非接触キーです。ディンプルキー、ドアガード、フローリング、シューズボックス、 IH キッチン、2口、クローゼット、独立洗面台、浴室換気乾燥機、バルコニー。動画後半に続きます。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているお部屋は板橋区の小竹向原駅まで徒歩11分のグリーンフィールド小竹向原です。それでは引き続き動画をご覧いただきましょう。はい、こちらエントランスの部分です。中に入ってオートロック見えますね。自動販売機が建物の中にあります。はい、奥行きがありますね。宅配ボックスとメールボックスです。そして奥には駐輪場がございます。初回登録料3300円税込みと、秋の確認はお問い合わせくださいませ。そしてエレベーターを上がってお部屋に向かうわけですね。それではホワイトボードを使って初期費用のご説明をいたします。グリーンフィールド小竹向原の初期費用を説明をいたします。お得情報はこちらです。つまりですね、一筆契約開始日の見積書になりますが、1ヶ月フリーレント、1ヶ月値引き、一部値引き、値引きということで、合計値引き額24万6000円、初期費用は1万円でご紹介いたします。はい、それでは動画後半でございます。水回り見ていきましょう。ペット飼育可能ですね。小型犬または猫1匹、敷金は別途1ヶ月追加とのことです。はい、30平米超えでですね、見ていただいてお分かりの通り、こうしっかりと、まあ、ダイニングと、ベッドルームが分かれている 1DK の作りとなっています。2008年の2月地区で倉庫数は67個、現在3部屋募集中です。すべて同じ初期費用でご案内しています。はい、最近始まりましたカーテンレール等ですね、皆様からよくここのサイズ知りたいですというお声が多かったので、動画の中でご紹介するようにしています。はい、近隣ですね、スーパーは OK 小物店が近くにありまして、朝の8時半から夜の9時まで営業中、またファミリーマート小物2丁目店が近くにあり、買い忘れにはこちらが便利かなと思います。物件近くにですね、ラーメン屋さん、愚直さんというですね、あの愚直ですねというお店がありまして、見てみるとですね、濃厚な豚骨スープ、とっても美味しそうなラーメンです。替え玉もあるとのことで、お腹を空かせていきたいラーメン屋さんだなと思いました。はい、独立洗面台ですね。はい、おしゃれです。
鉄筋コンクリート造の5階建て洗濯機置き場ですね。はい、水回りも広くてですね、とても使いやすそうですね。こちらがトイレです。温水洗浄便座です。でシューズボックスですね。見ていきましょう。はい、1、2、3、横3足、6、8、10、12、14、14足は入りそうですね。はい、今回のルームツアー動画は以上となります。次回のルームツアー動画もお楽しみにお待ちくださいませ。